いるんでしょう、オーウェン。オーウェン。 アイザックのお使いか。違う。これどうしたの？一旦バラして組み立て直すんだよ。あっさ。何か？いらない。そうですか。 ダニーが死んだ。だろうな。何があったわけ？野営地の掃討してたんだよ。スカーが数人いたから。男の頭を思いっきり 殴ったら倒れやがって。目の前にある武器には目もくれずに、そいつ俺のこと見つめてた。くたびれたじいさんがこっち見てんだ。 死ぬ気でさ。殺しは慣れてる。でもよ、あのじいさんだけは殺せなくて。そんでダニーが突っかかってきたから 抜けるって言った。やるならお前がやれってな。そしたら俺に銃向けやがって。だからとっさに掴んで、どっちが撃たれたかも分かんなかった。正当防衛でしょ。よせよ。アイザックは 私が説得する。もううんざりなんだよ、アビ。クソほど興味もない土地をめぐっていがみ合うのはもう嫌だ。サンタバーバラに行く。噂を信じて。ただの噂じゃない。ファイアフライなんてもういない。 終わったの？だとしても確かめなきゃな。じゃあメルは？置いてくよ。そう、酔いが覚めたらまた話そう。やめろよ。何よ。俺をイカれたやつ扱いするな。お前も来たいくせに。サンタバーバラにファイアフライがいるなら一歩たりとも近づきたくないね。 何よ。 別に。大人になったら私みたいに。どうすりゃ大人になれる？親を殺したやつら探し出して殺しゃいいのか。そいつらが泣き叫ぶまでごましてやる。 Javi.
たく世話が焼ける。